ウリ・ヘーネスは、ドイツ出身の元サッカー選手。選手時代のポジションは FW。元西ドイツ代表。元サッカー選手のディーター・ヘーネスは実定。ブンデスリーが FC ・バイエルン・ミュンヘンの選手として知られ、現役引退後は、同クラブの住職を歴任した。現役時代1952年、ドイツ南部のショートシウルムで生まれる。1959年、 アマチュアクラブの VFB ウルムで選手生活を開始し、1965年に SSV ウルム1846に移籍する。1970年、ウドラテック監督に認められ、18歳にして、ブンデスリーガのバイエルンミュンヘンへ移籍する。在籍した8年半で、4度のリーグ制覇、4度の DFB ポカール、1度の UEFA、チャンピオンズカップ、1度の インターコンチネンタルカップ制覇を経験。1974年の UEFA チャンピオンズカップ決勝再試合のアトレティコマドリード戦では2得点を挙げ、4から0での勝利に貢献した。しかし、翌1975年の同大会決勝のリーズユナイテッド FC 戦で膝を痛め、これが選手生活を縮めた。1978年 1FC ニュルンベルクに レンタル遺跡し、怪我からの復活を目指したが、翌1979年に27歳で引退した。ブンデスリーガ通算250試合出場86得点。1972年3月29日のハンガリー戦で西ドイツ代表デビュー。1976年までに35試合出場5得点を記録した。 バイエル・ミュンヘンから選出された6人の選手の一人として1972年の UEFA 欧州選手権1972-1974年の FIFA フフワールドカップ西ドイツ大会制覇に貢献した。しかし UEFA 欧州選手権1976決勝のチェコスロバキア戦の PK 戦では4人目のキッカーとしてシュートをクロスバーの上に外し ドイツ敗退の要因となった。また、1972年までプロ契約を結ばずアマチュア契約であったため、オットマー・ヒッツフェルトラと共に西ドイツ五輪代表として1972年のミュンヘンオリンピックへ出場が許可された。準々決勝の東ドイツ戦では1得点を挙げたが、試合は2から3で敗れ、メダル獲得はならなかった。なお、この試合は、 東西ドイツのナショナルチームが対戦した初のケースでもあった。引退後の1979年からバイエル・ミューンヘンのゼネラルマネージャーに就任すると、クラブの財政状況を大きく安定させ、数多くのタイトルを獲得する支援となった。収益は約20倍に増加し、クラブ会員数は100倍に増加するなど、クラブを世界でも2番目に多くの会員数を有する。 サッカークラブへと成長させた。また2005年には約370億円の予算を当時クラブが所有するサッカー専用スタジアムを建設した。このスタジアムは2006年の 2006FIFA ワールドカップの会場の一つとなった。2009年11月28日、フランツ・ベッケンバウアーが名誉会長職に退くことに伴いクラブの年次総会にて新会長に選出された。 1982年2月に飛行機事故に遭遇し、3人の友人を亡くしている。2013年3月20日、スイスの銀行口座に資金を隠した脱税の疑いで逮捕され、7月30日にミュンヘン地方裁判所に起訴された。2014年3月14日、ミュンヘン地方裁判所において、2850万ユーロの脱税の罪で、 金庫3年6月の有罪判決を受けた。控訴などはせず、そのまま刑が確定し、判決の翌日に、バイエルンミュンヘン会長職を辞任、同月中に収監された。刑務所では、模範州であったことから、2015年からは、反自由公禁州となり、2016年2月29日、バイエルン州の規定により、刑期が半減され、出所した。 半自由貢金集となってから段階的に、バイエルンミューンヘンの職務に復帰していたが、友人であり、公認の会長を務めていたカールホップフナーもヘーネスが復職の意思を示した場合は、退任すると事前に話していた。二0十六年八月、ヘーネス本人が十一月の会長選挙への立候補を表明。ホップフナーも出馬を辞退したことから十一月二十五日の会長選挙にて、 唯一の候補者として98%の賛成票を得て、再選出、バイエルン・ミュンヘン会長に復職した。ありがとうございます。